ってるんですよ、始球式のメンバー発表みたいな。あれぜひ引用でいっぱいコメント書いてください。あそこのコメント欄も見てるのでいっぱいコメントしてね。でホームページにも掲載していただいてるんですけど、そこのあのメッセージコメントも結構長く熱く喋らせてもらったのでぜひ読んでください。読んでほしいです。うん、くまちゃんありがとう。タメマーバーさんからくまちゃんどうもありがとう。クッキーもありがとうございます。嬉しいね、嬉しい。めっちゃ気づくの早くなかった？びっくりした。チカポヨとキャッチボールせな、ほんまにほんまにやで、ほんまに練習しなきゃね。絶対に彼はノーバンで投げたいんです。しかもストライク取りたい。ストライクゾーンにちゃんと収めたい。びっくりポンでびっくりポンしてくれた。彼もその連絡をもらった時にすぐママとかあのおばあちゃんとか家族に報告しました。で今日もあのオリックスファンのスタッフさんとかいてるから、スタッフさんにも言った、 NMB のスタッフさん、いつもお世話になってる方とかにも言いました。めっちゃびっくりしてくれてた。それも嬉しかったし、ファンの皆さんのコメントとか引用とかしてくれてるのとか全部読んでて、ツイッターとかも全部パトロールしてて。すごい嬉しかったですね。ちょっと来れないっていう方もいたんですけど、絶対来てほしいのでね、迷ってる方とか来れるよって方ぜひ4月8日8日ですね、土曜日、ぜひぜひ始球式来てください。もう最初で最後かもしれませんし、こんなにありがたいことはないし、あとはずっとしたいって言ってきたことが叶う瞬間でもあるので、多くの方に来ていただいて見守ってほしいなって思っています。もうね、こうお知らせピロピロできるの楽しみやなーってずっとカウントダウンしとったよ。明日になったら言えるなーとか考えとって、すっかり自分の誕生日忘れてました。誕生日以上に楽しみすぎて、みんなどんな反応してくれるかなってワクワクしてました。こんばんは、こんばんは。チケット取れました、ありがとう、嬉しい嬉しいよ。ぜひ来てください。写真撮ったりしてくれるんかな、綺麗に可愛く亀子さんしてください。きっと OK やんね、始球式の時って撮っていいよな、あかんのかな、きっといいと思うのでぜひぜひ見守りに応援に来てください。教えてもらいたい、ほんまに。でもそんなにね、あの豪華なことはお願いできませんので、どうにか頑張ろうと思います。ね、ほんまに叶えば、はい、ぜひとも教えていただきたいんですけど、のみさんに教えてもらうか、教えてもらいたいです。本当に叶うもんなら教えていただきたいね、ノーバンね、そしてストライクを取りたいので練習しなきゃ、頑張ります。教えてあげる、ありがとう。教えて、こんばんは、こんばんは。ノーバン頑張れ頑張る、見に来てね。昨日あれにハイボールこぼれたんだけど、なんでめちゃくちゃ嬉しくて、めちゃくちゃ言ったつもりやったのに、すっごいポスターも嬉しかったしって、
直接伝えたの伝わってなかったかな。すごい嬉しい気持ちを伝えたんやけどな。石野部さんに教えてもらう、教えてもらいたい、教えてもらいたい。こんばんは、こんばんは。久しぶりにカメラ引っ張り出してパシャパシャします。してすごい、みんな撮ってくれるの嬉しすぎる。ほんじゃちょっとまた足のマッサージ頑張っとかなんか足細くしとかないとね。楽しみなんです。4月の8日4月の8日です。イサムさんからくまちゃんどうもありがとう。くまちゃんもらいました。ちらっといらっしゃい。夢叶っていくのが嬉しいんだ。なんかね、今日ねいっぱいそうやって書いてくださってる方がいらっしゃって、それを読んでもすごく嬉しかったです。ありがとう、そんな風に言ってくれて。猫、猫からくまちゃん、どうもありがとう。48の日を選んでくれたんかなね、彼も思いました。あえて選んでくださったんかな、その日にね。気になる。もしお話できる時があったら聞いてみよう、スタッフさんとかにおめでとう、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいんです。花ちゃんからこまちゃん、どうもありがとう。こんばんは、こんばんは。レインボースターありがとう、ハートもありがとう。ん、好きな球団かける推しのコラボ嬉しすぎるよ。来てんなー、みんな来てんなー。マシュマロありがとう。ほんまにすごいなーって嬉しいです。本当にありがたいことです。だから絶対皆さん来てほしいので、ね、こんなにも素敵な貴重な体験させてもらえることないので絶対に来てください。トヨタンからくまちゃんありがとうね。カレンが始球式させてもらう日はどなたがね先発で出られる日なんだろう。気になりますね。それもノーバンドピロピロ期待してるよ。ありがとう、頑張ります。神戸さんの腹カレンが聞けるのかなね。本当にさっきねツイッターにもコメントしてくださってて、お優しくて、また神戸さんのお声を聞けるのが、彼の名前を呼んでいただけることがすごく嬉しいです。行きたい、来てよ来てよ。あ、ほんとだ、日ハムさんとの日だからトライさん見れるかもね。ねえ、トライさん見れるかな気になりますな。みんな来てくれる。三塁側やけど内野席取ったピロありがとう。ぜひ近くで、近くで応援来てください。正面の席確保してすごいありがとう。一足早いお誕生日プレゼントでほんまにそう思いました。もうこのタイミングでいただけたことだったので、こうやって発表できたことなので、すごくなんかフライングでお誕生日プレゼントもらえた気分でした。本当に豪華すぎるプレゼントですね。アルバムの選抜に選んでいただけたことももうビッグなプレゼントなんですけど、ね、始球式という貴重な体験もぜひ皆さん見逃さないように。そして1日限りですので絶対来てください。来てほしい。あ、ほんでね、あの生誕ティーね、あの彼の手元には届きました。多分まだ発表されてないよね、デザインとか。もう発表されてる？まだやったっけ。まだかなと思っているのですが。あ、タンベマーボーさんからくまちゃんありがとうもらいました、ありがとう。もう織姫やね、あの公認、公認っていうの、はい、認めていただけるようになれたらなと。まだ
織姫さん研究生なのでしっかりなれるようにもっと発信していけたらなと思っております。これを機にすごい、ありがとう。お、野球のボールくれてる、ありがとう。体調には気をつけてね、本当にそうやんね。皆さんも体調気をつけてくださいね。8戦目やから多分宮城さんか山岡さんと予想。おー、さあどうなのでしょうか。そこも楽しみですね。どなたが投げ張るのか気になるところです。とっても行くよって、ありがとう、嬉しい。マギスパックさんに教えてもらう、わあ教えてもらいたい教えてもらいたい。めちゃくちゃ背高いよね。確か2メートルなかったっけ、ワゲスパックさんって。すごい背が高いなって思った。うんうん、オリックスのユニフォーム着るんやな。そうなんですよ、そうなんですよ。しかも京セラのあのマウンドに立たせていただけるっていうことが嬉しくて、もう歩き方忘れちゃうかも変な歩き方できたら彼やなと思ってください。ほんまに今から想像しただけでもすごくドキドキするしめっちゃ緊張するんですけど、でもちゃんとね気持ちを込めて、会社の気持ちを込めて丁寧に全力で投げたいなと思っております。から見に来て。めっちゃ震えてるかも、投げるとき震えちゃうかも。彼が幸せそうで幸せ、嬉しい、めっちゃ嬉しいね、ほんまに。今誰かキャッチボールの相手いる？いや今のところ壁ですね壁が相手です。どないしよう、ほんまにそれね、ちょっとちゃんと届くようになりたいのに。どないしよう、美脚ピロちゃん見せつけ、ほんまや、美脚にしとかんとな。そのためにも頑張って足を細くなあれってマッサージいっぱいしときます見に来てほしい。あ、生誕って楽しみって聞いてるね、もう誕生日近いからね発表されるんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、森選手に投げれるの羨ましい。え、森選手がキャッチしてくださるんかな。そうなんかな、そうなの。こんばんは、こんばんは。背番号は何番にするの、選べるんかな。足ガクガクやだ、ほんまにやで歩き方忘れるわ、ほんまに紅林選手に挨拶できたらいいね。ねえ、本当にいつもトリアン賞の名もかけてくださりありがとうございますってね、少しでもご挨拶できたらいいんですけど、皆さんお忙しいからね、どうなんかな。こんばんは、こんばんは。力いっぱい投げるんやで、了解高速のフォークでお願いします。おお、フォーク、ここや、ここ頑張って広げて投げますチェンジアップかもしれへんね。壁、そう、壁しかおらんもんこんばんは、こんばんは。実はね、明日ね、ちょっと早起きなので早めに来たんですけど、明日はホワイトデーですね。ホワイトデー、ホワ
ということでですね、バレンタインからもう1ヶ月経ったんですね。なんか早い気がする。森さんか若月さんが受けてくれるのか、うわーどうなんかな。トングーさんはいらっしゃらない。イメージトレーニング大事。ほんまにそうやんね。イメージもやし、やっぱりちゃんと練習するっていうのも大事ですよね。はあ、いっぱい練習したいな。指ないわ、そこ。そこ。でもあれですよね、宮城さん、宮城さん、うん、見える、宮城さんってあれやんね、投げ張るとき足さこうクイッてしはるやんね、わかる。足クイッてしはらへん。彼はもうめちゃくちゃ足上げようかな。でもいらんことしたらひっくり返りそうやからな。とも思ったり。難しいですわ、ちょっと。うん、危ない。一応ねボールを買ってきてこうやって握る練習はちょっとずつしてるんです。でもさ緊張したらさ手にさ汗かいちゃいそうで滑っちゃいそうでめっちゃ怖い。選手の皆さん滑らへんのかな。何だっけ、ロジン、ロジンやったっけ。かもいっぱいロジンつけようかな。誕生日イブ。めっちゃ誕生日イブって書いてる。すごい、みんなよく覚えてくれてるね、彼の誕生日。ありがとう、嬉しい。そうやね、ノーバンでね投げたいんです。うん、歌コン楽しみでね、明日歌コンぜひ見てください。明日ですよ、明日歌コンぜひ見てください。そして見つけてください。見つけてもらえるかな。そうあれですよ、ちゃんと見つけて報告してくださいね、ツイッターとかで見てますよ。明日はいっぱい見つけたって報告してもらえるのをすごく楽しみにしてます。絶対報告してね、絶対やで。お願いします、楽しみにしてます。ユニフォームまた見せてな。OK 見せます。敵がいびきかいて寝てます。どっちや、山崎さんかな、山崎さんかな、どっちやろ、どっちだろ、サチヤさんかスイタの主婦さんか分かりませんね、感じ違うんかな。こんばんは、こんばんは。お色人、お色人はやめてくださいってコメント来た。びっくりされるよね、始球式でめちゃくちゃ老人パンパンしてたら。やっぱあかんか、サチヤさんより路人付きをずっと岡山路人のお姫様になろうかなって思ったけど。はい、やめておきます。本当にもう立たせてもらえることはありがたいことですし、
ね、貴重な体験ですので感謝の気持ちを忘れず丁寧に投げさせてもらいます。ほんまに嬉しいね。だから絶対見に来てくださいね。サチェさんみたいにたくさん付き合うな言ってる絶対怒られるやん。ちゃんといい子にしとかないと。カレンダーに絶対やでって言われたら断れん絶対やであ、ミルさんはチカポヨさんと始球式の練習してた。どこでしてたんやろ。すごっ、チカポヨさん投げれるんや。スイタの主婦さんね、 WBC また一人増えましたね。栗林さんでしたっけ、ね、お怪我大丈夫かな。始球式で怒られたら笑う、やめてー、それは絶対に嫌や、絶対に嫌だよ。ほんまに推し投手のコラボ嬉しいって。お、太田梨央選手のことが好きなんですかね。はい、お会いできるかな嬉しい。なんかでもそうやって言っていただけることが多くて、ファンの皆さんのオリックスの推しの選手がおられる方とかが推しと推しのコラボで嬉しいって言ってくれてて、それもまた見てて嬉しかった、ね、まだどなたが出られるのかわからないですけど、勝利の女神にもなれるようにいい始球式できるように頑張ります。お、始球式の時のチケット取れたって、ありがとう、ありがとう。ぜひ皆さん今ならまだチケットゲットできますので、4月8日、ぜひぜひゲットしてください。お、山下俊平太選手すごいよね。え、すごいよね、めちゃくちゃ今ね、すごいよね。栗林さん出たら最高すぎるな。ね、どの方が出られるのか分かりませんけど楽しみです、とっても。うん、ハートもありがとう、頑張ってね、頑張ります。ぜひというか絶対見に来てください、待ってます。お、声ラブ声ぶりに声いくねって、ありがとうございます、来てください。次はね、20日カレンの生誕祭がある日となっています。ハラチーム M 声は突然やってくる公演、喉ね、あの潰れない程度に、でもすごく皆さんからお祝いしていただける1年に一度の特別な日であるので、皆さんからの大きなカレンコール聞けるのとっても楽しみにしてます。ぜひいっぱい聞かせてください。始球式は本日発表があったんですけど、4月8日土曜日、4月8日48の日にオリックスバファローズさんね、しかも開幕戦です、本拠地開幕戦で始球式という大きな大きな、本当にありがたいです。ぜひね、なかなかない貴重な体験をさせていただくので絶対に見に来てほしいです。ずっと叶えたいって言ってたことが叶うので、ぜひ皆さんチケットを取って会いに、そして見守りに来てください。オリックスの親も一緒にしてください。よろしくお願いします、待ってます。ではでは、ちょっと早いんですけど、明日が早いのでそろそろお別れとなります。ランキング読めますね。あ、ショップの誕生日ボードありがとう。なんか噂ではね、もうね、書くとこないくらい埋めてくださっているという噂を聞きました。すごく嬉しいですね。きっと生誕の時かな、いただけると思うので、メッセージ読むの楽しみにしてます。まだもしかしたら書けるところあるかもしれないので、
いっぱい書いてください。楽しみにしてます。どうもありがとう。なんだったっけ、彼と同じ大きさのボード実寸大のがあるので、そちらもぜひ写真撮ってください。メッセージ残してきました。もうね、撮ってくださった皆様本当にありがとうございます。ではランキング読みます。第13位、目黒さん、ありがとう。第12位、スカイさん、ありがとう。第11位、ゆりりんちゃん、ありがとう。第10位、 FFF さん、ありがとう。第9位、ちーさん、ありがとう。第8位、みぴちゃん、ありがとう。第7位、ひつじさん、ありがとう。第6位、とよたん、ありがとう。第5位、はーな、ありがとう。第4位、ねこ、ありがとう。第3位、いさむさん、銅メダル、どうぞ。第2位、まなぶ、あとたんべまぼうさん、金メダル、どうぞ。第1位は、ひでまるたん、金メダル、どうぞ。皆さんにも参加しよう、ピロピロ。ピロピロー。ではでは、今日も、ありがとうございました。そしてね、今日お知らせピロピロ、昨日ね、もばめにも書いてたんですけど、今日やっと嬉しいお知らせピロピロすることができ、そしてそのツイートにね、いっぱい引用ツイートだったりコメントだったり嬉しいことたくさん書いててくださって、彼もめちゃくちゃより一層嬉しかったです。ぜひまだね、ちょっと見てないよって方は、オリックスバファローズさん公式さんの方でツイートしてくださっているツイートがあるので、そちらの方に引用ツイート、引用リツイートだったりコメントだったりたくさん残してきてくださいますと嬉しいです。全部ねチェックしているので、ぜひオリックスさんの公式のお知らせツイートの方にたくさん残してきてくださいますと嬉しいです。で、彼もね、自分でもツイートしているのがあるんですけど、そちらもたくさん拡散してくださって、いっぱいたくさんの方が彼の始球式見守りに、見に、そしてオリックスの応援にいらしてくださいますと、とっても嬉しいです。よろしくお願いします、ね、明日はそしてうたコンさんにも出演させていただきます。もうね、やっと選抜メンバーに帰ってこれて、それで出させてもらえる番組でもあるので、ね、また歌番組に出演している彼をぜひ明日、うたコンさんありますので見てください。アルバム選抜、初選抜とっても嬉しいです、ね、またオンラインお話し会だったり握手会、写メ会の受付が始まったら、絶対に次のシングル選抜に復帰できるように応援もよろしくお願いします。ではでは、そろそろ閉店ガラガラします。今日もありがとうございました。ラジオも良かった、ありがとう。ラジオ聞いてくださった皆さんね、急遽のお知らせピロピロになっちゃったんですけど、ありがとうございました。見ましたよ、全部ツイート、嬉しかったよ。まだもうお休み、お休み。お休み、お休み、ありがとう。ではでは、また明日、うたコンさん見てください。そして見つけたよ報告待ってます。おやすみ、おやすみなさい。明日も頑張ろうね。またねー。